丹波で暮らそう。丹波で暮らそうは丹波に住む素敵な人をお迎えして田舎暮らしについて本音で話す番組です。この番組はこてつがお送りさせていただきます、ね、今晩のゲストは北山俊則さんにお話を伺います。北山さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速でございますが、北山さん、はい、どちらにお住まいなんでしょうか。はい、丹波市は春日町に住んでおります。え、いつからですか。もう生まれも育ちも丹波ですね、はい、で大学で少し離れましたけども、はい、まだ家業を継ぐために、帰ってきて、はい、それから、丹波暮らししてます。あらまあ、ほんなら現在45歳です。あ、歳でございますか。はい、ほんならもう、まあ、ここ離れたのは大学そうですね行っとる4年間だけ。はい、あ、ほんならもう普通就職もどこも受験と。もうね、ボンクラやったんで、親のすすめかじって、何にも就活ってのはしてないの？もともと公務員になりたかったんですよ。はい、だから、まあ、県の仕事であったりとか、うん、はい、国税局の試験とかも受けましたけど、はい、ダメで、どうしようかな、浪人しようかなって思って、まあ、その時真剣に考えたんですよね。はい、で、まあ、よう考えたら昔からね、その家が家業してたんで、うん、じゃあお前長男やと、はい、お将来は、まあ、この家業を継いでやるんやぞと、はい、いうのはずっと周りの大人からね、うん、言われて育ってきたんですけど、はい、やっぱ反発心はありますよね、うん、だから、ね、何やと、俺は俺の人生道があるんやみたいな感じで大学行ってねで、まあ、とは言いながらもその当時すごいこう就職氷河期やったんですよね。あの学生の数がやっぱ多かった。今とも真逆ですよね。うん、第二次ベビーブーム言うんですかね、はい、あの子供の数が非常に多い時期やったんで、うん、はい、まあ、就職にも苦労しました。うん、で、その中で公務員志向やったんですけど、はい、もう1回目ダメで、うん、で、まあ、どうしようかな、まあ、浪人しようかなと思ってた時に真剣に考えて、うん、ああそう言うたらやっぱり親が大人がお前は、な家業の、うん、長男やし、はい、家業を継ぐやぞというまあまあ小さい時からなっていうのがふっとこう湧き上がってきて、あ、まあでもやっぱうすうす自分の腹の中ではね、うん、まあ、いつかはせんちゃわないなみたいな思いはあったんで、うん、で、まあ、でも僕も性格上こう、うん、真剣に考えるとやっぱり一回やり始めたことはこうやり続けたいっていうのがずっとうん、あったんで、はい、かえって違う職業に就いてしまうとそのままの流れで行ってしまうんちゃうかなっていう思いもあって、それは多分最初から、うん、家業を継いで、うん、まあ、本間もの、まあ、医師やってるんですけど、うん、本間もの医師君になりたいなって思って、うん、仕事を始めました。はあ、まあ、とカッコつけて言ってるんですけど、はい、まあでも反対に言うと帰ってくるところがあってよかったよね。そうですね、今からね思うとね、はい、うん、何にもなけりゃ、まあ普通に就職して丹波には帰ってきてなかったでしょうね、うん、ね、その可能性高いですよね、はい、っていうことはどうなん、まあ、実際には大学で出てただけで、うん、あまりその振り返ることはなく、はい、でもう証拠となしに帰ってきて、そうですね、帰ってきてすぐ、うん、結婚しましたんで、うん、で、まあ、子供ができて、はい、まあ、そのままずっと丹波でどっぷり使って暮らしてます、うん、ほんならまあどう、学生の頃にね、高校まで行ってる時に思ってた丹波とやっぱり帰ってきたらちょっと見え方違うよね。違いますね、うん、全然違うね、うん、だから若い時とも違いますし、はい、で
で30代の頃とも見え方が違いますし、うん、で今45なんですけど、はい、まあ、今は今の見え方がありますよね、うん、でまたこれが50代60代になってまた変わってくるんでしょうね。そりゃそうやわ、うん、でも僕も小さい時ってあの周り山ばっかりやけど山見えてなかったんやけど、あの、うん、大きかったら山ばっかりで、落ち着くなって思いますね。思ってきだしたけど、いや、僕もそういうふうに思ってます。あ、そんなのも講じて、うん、あの趣味が山通りなんですけどね、ほうん、あの、山に囲まれた環境に、うん、生活しながらもさらに貴重な休みに山に登るというストイックな生活をしてます。で、あのそんなに山登るのは何かきっかけがあったんですか？あのね、もともと高校の名前言ってもいいんですか？どうぞどうぞ。あの貝原高校のワンダーフォーゲル部で、はい、山登りさせてもらってたんです、うん、で、まあ、楽しく3年間過ごして、はい、まあ、卒業したんですけど、ええ、それ以降はね、うん、まあ、大学行き、で大学出たらすぐ働き出し結婚し、うん、はい、子供ができみたいな、うん、感じだったんで、とてもその山登るような余裕がなかったんですよね、うん、はい、でそれが今から何年前か2016年、うん、だから4年前ですかね、はい、あの貝原高校のワンダフォーグループの OB 会が、うん、ああそれまでは行ってなかった OB 会、それまではそんなのにも参加するような余裕もなく、まあもう子供も小さかったし、ね、忘れてしもとったいう感じやな。そうですね。あ、それほど、まあ、そう魅力というか自分の時間の中になかったわけやな、うん、だから40過ぎてからですよね、はあ、で、そこでたまたまその昔の仲間と再会しまして、うん、はい、でそこでその昔の子がね、一つ後輩の子なんですけど、うん、はい、あの高校3年生の時に、うん、北アルプスの白馬岳に登る予定やったんやけど、うん、はい、当日の天候不良で、うん、ピーク踏めなかったんですよっていうのを未だに悔やんでるんですよね。あ、まあいや、うん、高3の、まあ、そうそうそう、集大成の時の記念すべき登頂が残念やったと。残念やったんですよ、ね、あ、それが未だにこう、うん、もう卒業して25年も経つんでね。そういうことじゃな、だからその子にとってはもうすごい残念で、残念な思いしか残ってなかったというかな。はあ、まあ、いや、そんなんやったら、まあ、もうな、うん、登ろうやと、うん、まあ、その時のノリなんですけどまあ、先輩でもあるからな、まあ、まあ、かっこいいとこ、そうそうそう、言っとろ言わないわ、言うかいな、で、なんか話がトントン拍子に進んで、はい、その次の年の夏に、うん、北アルプス白馬岳に、うん、登ることができて、で、またね、その日も雨模様で、はい、うわ、また雨が降るんか、この子ついてへんなと思いながら行ったんですけど、うん、はい、ね、森林限界に、限界っていうのがあってね、うん、あのまだ林が残ってるんですけど、はい、あのある程度の標高になるとそれがなくなって、はい、まあ、岩肌になるんですよ、うん、で、ある程度の標高になってくると雲がさっと引いて、ほう、もう快晴ですよね。だからもうそこにはもう北アルプスの絶景が広がって、ほう、もう今でも忘れられない一日でした。へえ、いや、でもそんなもん素人が急に思い立って行っても上がれへんやん。練習とかしましたよ。あの6校行って、はい、練習して、うん、で普段はランニングして足腰鍛えてやりましたよ。せやろな、いくらその高校の時にやってたとはいえ、そんな長いブランクがあるもん、ね、気持ちだけでは登れへんもんね。結構ね、うん、白馬岳だけ頂上まで行こうと思ったら7時間ぐらいかかるんですよ、ね、だから歩きって休、まあまあ少々は休んでやるけども、うん、登りばっかりの7時間やもんな。そうですね、まあちょっとね、山行ったことある人にとっちゃえらいこっちゃやろしね、うん、行ってない人にとってもね、そんなわざわざなんでそこまで苦しまないかんの。そうなんですよ、よう言われるんですけど ね、それね、うん、絶対言われると思いますけどね、うん、
うん、周りの人からね、そんなしんどい目になるんで、そんな山登るのってまず、あの家族からも言われ言われますよ。ほんで、要ニュースになって、最近ね、やっぱブームなんで、はい、登山される方、うん、特にこのシルバーの世代の方、はい、多いですよ。そうですね。女性もやっぱり、山ガールもかなり登ってますんで、はい、まあ、その中でやっぱりそれに比例して、事故もね、うん、滑落しました、遭難しましたっていう情報も、そうですね、よく聞きますよね。ね、テレビのニュースでもね、大体そのゴールデンウィークとかね、連休の時はね、そう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 、やっぱりそのサラリーマンが無理していくのよね、うん、で多少天気が悪くてもねまあ自分だけは大丈夫だろうと、そうそうそう、ね、それが多分ね事故のもとやとは思うんですけども、そんなことも言われながら、うん、でも行くんですよね。で、うん、なんでかなと思って、うん、もうはっきり言って登りしんどいばっかりですわ。当たり前ですよ。そうそうそう、うん、天気相手やから、うん、もう雨降ったらもう全然ですわ、はい、で雲がかかったら全然見えないし、うん、でもなんで行くんかなって思ったら、やっぱりね、そのきつい思いをして、うん、最後ピーク踏んで、はい、その目に入ってくる絶景っていうのが忘れられないんですね。まあ山登る人みんなそら言うてやな、クライなんかかっこいい言葉で言うと、うん、クライマーズハイっていうんですか、うん、あ、それだけですね。ちなみにその白馬岳は上で泊まってですか。そうですね、白馬山荘っていうのがあるんで、うん、はい、山頂のすぐ下なんですけど、うん、そこに泊まって、ああ、ほな、まあその2日とも幸いに天気が良かった。そうです、もう最高の天候に恵まれて、ね、山の天気ってそれこそね変わりやすいって言いますしね、はいはい、やっぱりその一歩先もね見えんようになったりもねするわけですからね。まあ考えてみりゃ、なんでそんな無理して危ない目してという人も多いのは、まあ当たり前といえば当たり前ですからね、うん、もう本当によく言われるんですけど、やっぱりピークに立った時のね、うん、気持ちだったりとか高揚感っていうのは、はい、やっぱ立ってみないとわからないなっていうとこでしょうね。まあ、だから口では何も伝えても伝わらないです、はい、で、なんでね、その僕も考えないですよ、やっぱ時間もかかるし、うん、体力も使うしね、はい、なんでそんな惹かれるんかなって思った時に、うん、はい、自分の仕事であったりとか、うん、生き方であったりとか、はい、そんなに通ずるところがあるんですよね。うん、あ、ね、いろいろ、ね、思いもあるんですけども、うん、本日は北山俊則さんにねお話を伺っております。北山さんの方からですねリクエスト曲をお聞きしておりますので、ご紹介していただいてよろしいですか。はい、ね、やっぱりね一曲リクエストって小鉄さんから言っていただいて、うん、今日一日考えてたんですけど、あ、そうなの、朝からやらい、ありがとうございます、はい、やっぱりね学生時代に心に響いた曲っていうのが一番先に、はい、真っ先に出てきたんですよ、うん、それが、Mr.Children さんの名もなき歌っていう曲、うん、僕ちょうどね大学生の時に、うん、ヒットした曲なんですけど、非常にこう考え深い曲なんでリクエストさせていただきました。はい、はい、ね、青春時代に戻ってた、いいですね、感じでした、ね、最高ですね、ね、歌、鼻歌じゃなくてね声出てましたからね、そっちの方が流した方が良かったかもしれませんはい、ね、じゃあちょっとね BGM にしながらねお話を伺いたいと思います。本日はね春日町出身の北山俊則さんにねお話を伺っております。ね、山登りのねストイックな話からね、また普段のねお仕事は何をされてるんでしたっけ。あ、仕事はね、はい、石を使った、うん、何でしょう、はい、石屋さんですね。あ、はい、もう言っちゃいましたけど、メスを使う医者じゃなくて石屋の方ですね。はい、まあそんなことなのでございますが、やっぱりお仕事はやっぱり地域の仕事は多いんですかね。そうですね、地域の仕事と、それから、はい、
まあ半分、まあ4割ぐらいは、うん、あの丹波以外でお仕事させていただいてます。あ、そんなに比率的にはやっぱ市外も。そうですね、あの、はい、まあ、純粋な石の仕事は市内、あ、地域密着でやってますし、うん、はい、で、あとね、多いのが、神社だったりとか、うん、お寺周りの、はい、石工事、あ、これをやってましてですね、でこれはやっぱ多分あの地域密着じゃなかなかね仕事の量がないんで、うん、まあ、兵庫県下でやってますね。あ、はい、っていうことはやっぱり石屋さんっていうとちょっとイメージ的にはやっぱり石をね神社やったら積む、うん、積んだり張ったりとか、はい、いう感じですね。あと鳥居を建てたりとか。へえ、まあ、お寺も結構石使いますんでね。なんかそんな感じしますね。うん、あのなんかみんなが知ってる有名ななんかお城とかなんかやられたことあるんですか？笹山城をね、はい、ちょっと、まあ、今、まあ、今年も改修してるんですけど、うん、あの今年はやってないんですけど、はい、2、3年前にちょっと 石垣の石積みをお手伝いさせてもらって。いやでもその昔のアイモンはねそれこそ昔そのままに積まなあかんでしょ。そうなんですよ。結構ねあの大学の先生がね、うん、あの考古学の先生がうるさい。いやいやそれ当たり前や、うん、今風にしてしまうからそれあの、まあ、できるだけ成功に当時の、はい、外観を取り戻すという趣旨でされてるんで。いやね、まあ、そういう意味では非常に昔の石工のなんか気持ちみたいなのも分かるんじゃないですかね。まあそんな僕らまだね、うん、あのひよこなんでね、はい、そんなとこまで行くにはまだ何十年とかかりますけど、はい、まあでもその一旦はちょっと家事、うん、今の仕事始めて20う何年や、うん、21年かな、はい、ぐらいなんでね、うん、いやでも昔の人ってそれこそ あんなでかいものを今みたいに重機も何もないのに作ったってことに僕いつも見るたびに ねどないしてやったんやろ思って、うん、それでそれこそあの今でこそ電動のねで蹴ったり外ったりできるけどあのハンマーとハンマーとのみ、そうですね、のみと、ね、セットだけでしょ、うん、ね、ようそれであんな成功なものができたいなと思ってね、うん、常々思うんですけども、今、ね、地元の仕事も、まあ、多いということなんですけども、やっぱり地元で仕事する上ではやっぱりなんか心がけてはることとかなんかやっぱりあるんですか ね、うん、まあ、とにかくね丹波っていうのはいいところで、うん、はい、まあ、皆さんよく言われるんですけど人がいいところですよね、うん、で、まあ、違う地域と違うの違う地域が、まあ、都市部ですね、はい、都市部はやっぱり人と人との絆であったりとかつながりっていうのが深いんで、うん、はい、まあ、そこはもう丹波の一番の強みだと思いますし、うん、よくねあのいやこんな田舎に住んでとかね、はい、ああ僕ら田舎もんやからとか聞くんですけど、うん、いや全然そんなことない、うん、あのむしろね一番贅沢な環境に住んでるの違うかなって、うん、人の、まあ、情は熱いですし絆もあるし、うん、はい、でだからってねそのインフラが昔と違って、うん、あの神戸大阪も近いですわ、うん、まあ、車で行こうまでもすぐ1時間ほどすぐですし、そうね、はい、でまあそれこそねもうそれ以前にあのインターネットが普及してるから、はい、情報っていう分についてはもう、うん、日本全国どこに住んでても大差ないでしょう、うん、確かにそうですね、うん、まあ、このラジオもね丹波市から出てますけどインターネットを使えばな、うん、地球の反対でもね聞こえますからね。そうですね、でうちの長男もねこの春から、はい、大学に進学して、うん、都会に住んでるんですけど、はい、でまあ、まあそういうのがあってよく行くんですけどね、うん、はい、まあどうでしょう2日もおったらもう、うん、もう飽きませんねやっぱりもう帰りたい狭い道は狭いし人は多いしねそれはしょうがない、しょうがないと言ったらしょうがないですよ。でもあのだって行くとこって言ったら一緒ですもんね、うん、あの服屋さんとか食べ物、はい、レストランとか食べ物とか、あ、まあ、
そうですね。不自由することないですよ、たぶん。うん、そうです、うんうん。あんまり不自由した私もあんまり思いませんけど。それよりね、その、はい、だってなんか京都大阪の、うん、神戸のどっか買い物に行きたい、行きますよ。はい、車で前1時間神戸行 き,、うん、行きました。うん、で息子とからね、うん、ほんなら、はい、電車の徒歩で駅まで行って電車乗って。どうぞこうぞ、結局30分や40分かかりますから。それはかかります、うんうん、だから、ね、車で行っても止めるとこはないですし、うん、とかいう悪口を言うわけじゃないんですけどあの、丹波で本当に住みやすいし、うん、環境もいいしね、はい、人も優しいし、うん、いいとこやと思います。あ、そんなに何しみじみやっぱり思うようになったってこと？うん、子供育てても思いましたね。はい、あ、うん、子供は、まあ、うん、大学生と高校生ですけど、うん、育てるにはもう抜群の環境ですし、うんうん、でやっぱ地域の人もあったかいですし、ね、はい、で子供らもやっぱりその土壌で育ってるから、うん、まあふるさとですよね。うん、で、ちっちゃい時から顔知ってるし、うん、どこどこ誰だよちゃん。はいはいはい。っていうので、まあ近所の人もね、お前大きなったの、言うの。そうそうそう。うん、で、丹波市内に住んでたら、はい、丹波あるあるでしょ。うん、どっかで何かが繋がるっていうね。まあそれはある意味、非常にいいところかなっていうふうに思います。うん。しみじみとね、感じるようになりましたか。そうですね、はい、なかなかね、若い時そんなことね思わへんな思うやけど若い時はそうですね、でも、ね、今の若い子の考え方もやっぱり結構田舎志向ですよ。 うちの息子なんかもやっぱりここで暮らしたい言うてますしね。ああ、今から、うん、高校生の子なんか、いや、もう僕丹波がいいって言って、あら、まあ、そういう時代なんですかね。昔はそれこそね、世界を股にかけて羽ばたけ言ってね、みんな教えてもらってね、うん、まあ、その通り昔の高度経済成長で出ていったきりでね、うん、なってるんですけど、やっぱり世界、はい、世界というかね、うん、広い世界を見る必要は絶対あると思うんですよ、ね、うん、でそれを見てきて丹波に帰ってきて、うん、丹波のために来てほしいなって、うん、で新しい見方も物の見方とか考え方が、うん、できますからね、うん、いや、まあ、田舎の川じゃダメだとは思います。まあ確かにそうかもしれないね、うん、やっぱ広い世界を見る必要がある、うん、あると思いますね。はい、ちょっとやっぱり比べるところをどこでもいいから持っとかないとね、自分の足元が結局見えないってことですね。うん、ありますよね。若い時は大いに旅をしてね、うん、自分のやりたいことを、はい、もうやるべきだと思います。うん、ええー、話今日はね、聞かせてもらいましたね。まあ、僕もまだ若いんで、羽ばたきたいなと思いますけど。いや、まだまだ、肌羽ばたいたり、脱線したりとか、ね。そうですね、はい。はい。十分いけると思いますよ。はい。ありがとうございます。はい、本日は春日町出身のね、北山俊則さんにお話を伺いました。北山さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。